しょうか。何？この前さ、うん、リュウキが別の学校のやつにボコボコにされたの知ってる？知っとるよ。だけなん明日ケンとリョウとその学校行って話してくるわ。は？ケンとリョウとその学校行って話し合いしてくるわ。話し合いってそやこせんでよか。まあその話し合い次第では喧嘩になるかもしれんけど。せやんこせんでよかって言ってたよ。いや俺の友達がやられてんの知っとるよ。黙ってられへんやん。そら気持ちは分かるばってせやんこせんでよかって言おうとたい。大体なんでそれはわざわざお母さんに言うわけね。いや後で聞くん嫌や。事後報告起こる。いや今聞いた以上ダメって言うに決まっとんとか。おい言ってこいって言うわけなかろう親として。じゃあ別にそういうつもり言ってないから。そういうつもりとかそういう問題じゃないってた。あんたねね、それは龍騎がね他の学校の人にねボコボコされたのは知っとるた。気がしたのもね、だってもうどっちの学校にももうバレとるしね、先生たちも怒られて警察にもね報告が行ってもう学校にも警察にもバレてもう大人が動きよってだけもうよかって言おってた。黙ってられへんや。友達大事にしろって言うよ。じゃあそぎゃ問題じゃなかったよ。もうあっちの人あっちの人で反省しとらずとったね。それ気持ちは分かればつやん。なんでじゃあ相手と同じやり返しと同じような人間になっと一緒ば。一緒じゃん。勇気はボコボコにしてる人と一緒になっとば。あんたたちが言ってからじゃあ何で大人数でボコボコすっとね。ボコボコとかじゃないやん。は？話し合って分からんかったらそうなるかもしれんって話だ。何の話いくとね。話し合いって。いやなんでそんなことしてんって。こっちが納得いくようなこと言ってきたらさ悪いやけど。もうよかってもう。それは聞いてこれた以上ダメって言うに決まっとうとて。どうせあんたの子だけあれでしょね、喧嘩行ってからなんか大事になってね、大きい話になってお父さんとかねいろんな人にバレた時に一応お母さんには行く前に報告したっていうね、ちょっとした安心が欲しい件を報告しとったでしょ。違うって。ダメって言うに決まっとると宣言しただけ。行くんだったらわざわざお母さん聞かんで行ってこいすぎやんと。もう聞いた以上ダメって言う。何言ったね。いやいや言われても。だいたい一人で行くならすぎやん。ケンとリョウ連れて行くて。なんで喧嘩強い人ば一緒に連れて行ってからそこにあんたも一緒に入ってやり返し行ったぞ俺たちはて。いや違うしせやんこせんでよかって言ってた。友達がやられたら行くだ。そういうことや。友達がやられたら行くて。じゃあなんでその龍騎はやられてから頼んどったあんたたちに。いや頼まれてるとかじゃないやん、ね、やり返してこいって頼みよっとね。なかなかやられたら行くやろって話や。だけそればだけ龍騎は望んどっとねって。望んでるとかじゃないやん。なんでね龍騎がやられとってよ。龍騎が一番辛い思いしとったわ。それで龍騎が行ってこいって言いよっとね。もういいって俺が我慢すれば終わりと思っとったじゃないと言ってこいって俺の代わりにボコボコしてこいって。いいよとりゆきは。え、でも今回の話し合いちゃんとしな。まただけもうそこはもう学校にもバレとるし警察にももう報告言っとっとだけんが。もういやあんたたちがガタガタ出てくることじゃなかった。だけ行くなら一人で行けって。なんで一人やねんって。もう一人で行く根性もないやつが格好つけるな。そいつもちょうか。なんでね。どうせ知っとった。お母さんあんたの親ばい、ね、あんたが好きなことするない根性がないことぐらい知っとった。待ってどうせケンとかリュウキがね行くてリョウが行くて言うたけんね
俺は行かんて言ったらビビりとかねえダサいとか思われるけん、あんたもついていくだろ。いやそんなんちゃうってまして。行かんでよかって言ってたよ。俺も腹立ってんねんあいつらに。なんで嫌や、そんと絡みもなんもないのに。こっちは何にもしてへんのに。こっちはって、あんたたち関係なかったよ、ね、龍騎がやられた時詳しい内容もなんも知らんくせに、すぎゃん。ただ龍騎がボコボコされただけで動いてるから。いやあいつは終わらないから、絶対だけだったらまず龍騎と話してくったよ、すぎゃん。いや、いいって。それで龍騎はやり返してこいって言うなら100歩譲ってまだわかる。すげえ、リュウキはね、周りの友達にボコボコにしてこいなんか思っとらんと思うよ。すげえ、手が勝手に動いてから。バカじゃないと。いや、勝手に言うといて。行かんでいいとったら、あんたは。行くって。リョウとケンが言っても、あんたは行かんでいいって言うと。行くって、そんな。何言われても行く。何言われても行くなら、最初から聞いてくんなって言うとったよ。いや、後から聞くんも怒るやん。だから先に言ってんねや。後から聞くの怒るやんって。怒られたくないけん先にね報告しとこうって、一回連絡入れとこうって魂胆でしょ。お父さんに後からバレた時にお母さんには言ったって、お母さんはいいって言ったっていう安心が欲しいだけだろ。もういいって。じゃあもうええわ。絶対ダメだけど。いやええわ。じゃあもうお父に言うわ。言うたい。お父は多分絶対もう行ってこいって言うから。知らん。お父さんが言っててもお母さんも耳に入った以上、聞いた以上、ダメって言うし。じゃあもう忘れて、俺が言ったこと今。いやいや、あんたが言うてきたでしょ。聞くだ、お父さん。こんな言われると思わんかった普通に。いや、どこの親で言う。言ってき言ってき、ほらってボコボコにしてきなんか言わん。大体ボコボコされて帰ってくる可能性もあるんだ。そんなないよ。喧嘩もしきらんくせにしてやったんね、腹立つわ。よかって言うつだ。シェアンコして何だと。何になるとかじゃないか、ね、マジで仲間がやられたら。じゃあ知っとっと、リュウキがどういう状況で何人にボコボコされたとか全部知っとっと。ねえ、何人とか分からんけど、その1対1とかじゃなかったっていうのが聞いた。1対1じゃなかったで、またあとで3人で行くんでしょ。ねえ、で向こうの方が卑怯や。何がで、何人かで龍騎ボコボコにしたみたい。知らんたい。何人かおったけど戦ったのは1対1かもしれんと、なんも知らんくせにあんたが勝手に行って。で何、3人で行って同じことすっとね。いやだから最初話し合いやって言ってるやん。どうなるか分からへんって。なあ呼び出せ、学校かなんかで呼び出せ。お母さんたちも行く。なんでよ。なあ話し合いって。何やったね。もう聞いた以上許可は出せんって言うんですよ。じゃあもういいって、もう忘れて。いかんへんかい。じゃあもういかんってことで。はい、うん、いかんって言ったけどね。いってもう忘れて。いや忘れてじゃん、いかんって言ったろ。じゃあいいって。もう言うたろが今いかんって。いやいや、そういうことにしといて。もうなんかいって、マジでつわ。話しても腹立つ。うん、じゃあお父さんに聞きなさい。お母さんはもう 100% 行くなって止めました。うん、じゃあそういうことで。はい、そういうことでよか。うん、あとはお父さんに聞いてください。うん、聞くわ。ただ一つ言うとくけん、あんたたちはドギャンするかは知らんけど、龍騎に言いなさい。行くなら勝手に動くな。龍騎が一番かわいそうかせやんと。そういうことしてほしくないと思っとったに、行ってからあんたたちがボコボコされて同じようになることだってあるとば。その時また龍騎はまた悲しまなんだ。俺のために言ってくれたのは嬉しいけど、俺と同じようにもっと俺よりもひどくボコボコされたって、また龍騎が悲しむんだ。俺が悪いって。ないって、されることないから。されることない、わからんですやんと。龍騎は絶対せやんこと望んどらん。好きやん、勝手に入れて以外動いてから。もっと悲しい。それが友達か。だったら龍騎のお見舞いでも行ってやれ。すぎゃん、相手の学校に乗り込んで、すぎゃん話し合いするとか喧嘩するとか言うぐらいだったら龍騎の病院に毎日お見舞い行ってやれって。分かったから。とりあえずそういうこと。
ほら知らん。チャンネル登録よろしくねー。